美少女戦士セーラームーン、セーラージュピター登場。ウサギとアミとレインはダークキングダムで戦う美少女戦士でも普段は普通の女の子です。ある日ウサギ悪い男の子たちと絡まれて困っていました。あんたたちやめなさいよ。その時助けてくれたのが転校生のまことでした。えい、まこと、どすん、わあ、うさぎ。女の子をいじめるなんて許さない。信用してきな人。うさぎはすぐにまことと友達になりました。そしてアミとレインにも紹介したいのです。みんな仲良くしようね。よかった、友達ができて。マコトはとても嬉しそう。でもルナはつぶやきました。マコトが、か、気になるわ。ありがとう、マコトちゃん。強いのね、アミ。みんながゲームセンターの前を通りかかると人でいっぱいです。あいつはクレーンのジョーだよ。クレーンゲームがとてもうまいのよ。マコトが言いました。いいな、ぬいぐるみがいっぱい取れて、ウサギ思わず参見でしまいました。クイーン。欲しいならもらってやるよ。マコトはジョーに頼んでくれました。ウサギは大喜びです。ところがその様子をこっそり覗いている男がいました。あの男がノーマの生まれ変わりだ。それは敵の一人、ゾイサイトでした。ゾイサイトはジョーの前に姿を現しました。目覚めよ、ヨーマ、ゲーセン。ゾイサイト。ニジニジ優勝の封印を解けば、ヨーマが蘇るのだ。ディカー、誰もいわ。ジョーの体からニジニジ優勝飛び、ニジニジ優勝が飛び出し、ヨーマがゲーセンに変身してしまいました。嘘、あの人がヨーマだったなんて。ウサギはびっくり、ゾイサイトニジニジ優勝を奪って逃げていきます。ウサギ変身して戦うのよ。うわー、バー、化け物よ。うわー、ほほほほ。そうだ、怖いけど泣いちゃった。ダメ。3人を美少女戦士に変身しました。月に変わっておしやきよ。セーラーマーキュリー、マーキュリーパワーメイクアップ、セーラームーン、マーズパワーメイクアップ、セーラーマーズ。これでこらえ、ヨーマは3人の技をかわして次々と攻撃していきます。危ない、セーラームーン。シュルル、あれ苦しい。キャー。悪い奴は許さない。マコト、マコトはすごい力でヨーマを持ち上げてしまいました。その時、マコトの額にセーラージュピターのマークが、やっぱりそうだったのね。ルナは誠に変身ペンを持たしました。誠、変身して。私はセーラームーンに味方がな、だから。マコちゃん。えい、あなたは戦士なのよ。チュピターパワーメイクアップ。チュピターは雷を起こしてヨーマを攻撃。すごいわ。セーラームーンたちは体が10になりました。ヨーマを倒すチャンスです。でもあのヨーマは人間なのよ。怪我をさせたくないわ。セーラージュピター。ジュピタープリームサンダー。ありがとう、ジュピター。このムーンスティックを使うのよ。どうしたら元の女王に戻るの？ムーンパワーヒーリング。やったね、セーラームーン。リフレッシュ。ムーンスティックの光が当たると、ヨーマは消えて、ジョーが倒れていました。よかった、ジュピターが助けてくれたおかげよ。それにしても人間をヨーマに変わるなんて恐ろしい敵です。ウサギはみんなに言いました。仲間が増えて嬉しいわ。これが4人で力を合わせてもっともっと頑張ろうね。終わり。
私たちの新しい仲間、セーラージュピターよ。よろしく。え、本読んでね。